Pretty successful. お勉強ジャム間に合わなかった。あ、いいですいいです。次回にします。はい、ありがとうございます。もうやばいっすか、忙しいっすか。明日販売で。明日だってみんな持ってくんですか。ジャム火を鍋中。だから今日ちょっと途中でどこ読んでるかねになるか。だってもう注文やばいですよね。あれ、お歳暮みたいな感じですよね。お中元でもそんなにたくさんはないからまだ大丈夫なんですけど、ちょっとなんか自分で何をやっているのかがわからない。段取りがおかしいぞとか言いながら。始まりますね。西野かな、スピッツ。はい。また一つどうしようかな。ちょっと考えておきます。私がチョイスしていいですか。いいですよ。時刻は14時を回りました。皆様こんにちは。しのあんのお菓子時間、おしゃべりは中大底しのです。お菓子時間では洋菓子、和菓子などなどお菓子にまつわるいろいろなプチ情報や豆知識などなど楽しくおいしくお伝えしたいと思います。午後のおやつ時間に、あ、食べたくなってきたなんてピンときたら嬉しいです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowa.com 797@fmginowan.com また、FM ギノワンでは Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから直接見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。この番組は菓子工房しのあん小さなジャム屋さんの提供でお送りします。それではここで一曲お聴きください。スピッツ何がいいですか？最近なんだ、目覚ましでやってる曲があるよね。あ、どうしよう。なんだ。ヘビーメロ。そうそう、それでいい。はい。こんにちは。おろもさん、こんにちは。ヘビーメロまだないです。あ、ほんと。何でもいいよ、スピッツ。何でもいいです。大丈夫です。OK。うん。
さんかな。こんにちは。こんにちは。函館マウンテンさんに送ったよ。あ、そう。おとといかな、退院したって言ってて、翌日に届くようにした。わかんないんだけど。聞いてますかね。函館マウンテンさん聞いてますか。ね。お仕事復帰してたらして。これ多分来てる。あ、来てる。メールが来てる。本当ですか。写真も来てる。写真？こんな感じでラッピングして届くんですか？そう。すげえ。やった。桃ジャム美味しそう。ね。今回人気なんですよね。今年もかな。今年の桃やばいですね。桃結構今年多いね。美味しいですよ。美味しい。あ、じゃあ始まります。はい。はい。早いもので9月に入りました。ようやっと夏休み明けましたね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって感じでございます、はい。世のお母さんたちは本当にほっとしているはずです。本当に大きな、お休みね、ご飯作るっていうのがもう本当に大変なのでですね、いかにその学校給食っていうののありがたみが一番感じられるのも、ね、本当にこういう大型休みの時なんですよね。はい、まあなんか9月に入りましたらですね、まあ急になんか朝晩涼しく感じませんか？そうでもないです。夜が結構でも涼しいかもしれない、うん、なんかねクーラーかけなくても良くなったかなっていう感じがします。明け方とか結構ね、うん、窓を開けてたらそうすごい ひんやりっていう感じでね、ちょうどうちも高校生のお弁当が始まったので朝ちょっと5時ぐらいに起きるんですけど、いつももう本当に8月まではとっても暑くて、もうすぐクーラーかけながらこの台所でガチャガチャやってたんですけど、地獄ですよね台所ね。本当に、はい、だけどなんか急にあれ扇風機だけでもいいかっていう感じになりました。本当になんか急に季節が変わったなっていう感じはしますけれどもね、うん、そうもう本当に大型連休このね夏休み明けてもうお母さん方とってもほっとしてますね。はい、まあ料理上手とか料理お好きなお母さん方はね、なんかこういうご飯っていう時もね手際よくさっさって作れたりとか、メニューがパッパって浮かんで作ったりとかできるんでしょうが、まあ私はもう点で NG でございましてですね料理の頭が全く働きません。
はい、全然ダメですもうあのね、お母さんになってね、もう本当に高校生もいるというのにですね本当に上手にならないってば、はい、本音がポロリ、はい、無理無理なので、あのこういうね夏休みだったか、だったりとか、はい、あとはまあね、小学校那覇の方は2学期制だから10月ぐらいからまたね、わけのわからない秋休みとかねありますし、本当にいらないんだけどね、本音を言えばね、はい、うん、本当にあのそういう時にね、もう大きな休みが来たってなったら、もう本当にご飯どうしようってまず頭に浮かびます、はい、あの宮さんが子供の頃、うん、はい、お昼ご飯は、お昼ご飯、夏休みは毎日そうめんでした、うん、お毎日毎日そうめん、それもどうかなお母さんすごいですよねまあ確かに手軽だけど、最初はいいけど、あとは飽きちゃうよね。乗せるもの変えれば、そうまあね、本当におそうめんだとね、冷やしそうめんだったらつるっていけるからね、あれなんだけど毎日休み中それだと、うーん、いかがなものかすごいな、でも ねすごい。そうなんですね、まあ、子どもたちは本当にあの休みが今の子多いかなって感じるんですけれども、うん、まあ、うちはあの我が家は高校生とまだ保育園の年長さんなので、まだまだそんなに大丈夫なんですけれどもね、まあ高校生のお弁当作りが始まったっていうところで、あの早起きしないといけないという、またそこもちょっと気合い入れ直しの時期に来ております。はい、やばいっていう感じでね、毎朝起きてますよはい、それでは、今日久しぶりスタジオでの生放送になりますので、はい、お菓子のお話何にしようかなって思った時にふっと思い浮かんだお菓子が、はい、マカロン。私昨日美味しいマカロン食べて、ちょうど、うん、お土産の、はあ、どこのだった、見てないです。あ、そこは情報を教えてください。なんか久しぶりに食べた美味しいマカロンでした。なんかこのもちもちした感じの、うん、ネチってちょっと 安いやつって、うん、あのちょっとわかります、中身がない感じが。あ、なんか好きじゃないんですけど、空気感だけがあるというか、そう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 、パフみたいな、そう、なんかあれこれじゃない感触、あ、自分に合った感触あるじゃないですか、好みのね、すごいジャストでした本当ですか。どっか県内の、県外です。県外の方か、今度は教えてくださいね袋捨てちゃった袋捨てちゃったそう私もねマカロン好きなんですけれどもね、はい、ただあの本当にあのマカロンっていうお菓子自体を知ったのもう本当にまだまだあの大人になってからなんですけれども、はい、あのマカロンって実はもう作るにはかなり難しい科学的な技術がいるという結構深いお菓子なんですよ。科学的な、もうあのね、いろんな科学的なこのいろんなこの温度とか、うんうん、そのなんかね、このいろんな乾燥具合とか、うんうん、そういうのを見極めないと絶対うまくいかないお菓子になります、そうそう、まあこれね上手にできるとね、もう本当にめっちゃ嬉しくなってね、テンション上がるんですけれどもね、うん、マカロンって本当にね、どれが正解か分かりませんよね。これ人によってですもんね。そうですね、まあ、うん、味の好みとかね、この食感っていうのもあるので、本当にどれが正解って言われると分かんないものなんですけれども、うん、まあ多分ベースになってるのは多分フランスのマカロンのお菓子かなっていう気もしないではないですけれどもね、うん、そう、あの綺麗にマカロンを作るっていうのはやっぱり相当なコツで、技術的にも必要なものになりますので、本当にあのこれ本当に上手になりたいお菓子の一つにはなるんですが、はい、まあ自分でできればね、買わなくてもいいかなと思うんですけど、割と手間もかかります。これ、手間と時間と技術はかかるじゃないですか。そうです。値段はなので、値段最初そのマカロン知らない時とか、うん、なんでこんなちっちゃいお菓子にこんな値段みたいな。高いんですよね。高いんですよ。それが最初意味が分からなくて躊躇して買わなかったりとか、もうせめて1個ぐらいとかいう感じなんですけど、うんうんうん、やっぱりあの習ったりとか自分で作るようになって初めて
あはあ、これが値段なのねみたいなのが分かる。材料費はでもそんなにかかるんですか？材料自体はあのシンプルであるんですけど、アーモンドプードルっていうのが薄力粉じゃないのを使っているので、その分のコストはやっぱりそこにかかってますね。うん、マカロンって高いから、うん、なんか一個売り結構ねしてるところ多いじゃないですか、うん、ありますね。結構箱で買う人お土産ぐらいですよね。そうですね、あれ一気に食べる感じはしないですよね、うん、そうそうそう、冷やしてまあゆっくり食べてもいいかななんだけど、あれだけ大買いするっていうと結構勇気がいるかな、ね、私だったら手土産にはしない。嘘、私結構手土産に、もうなんかねあげるのもったいなくなる。もったいない。10個で2000、それぐらいするよね。もっとしますね。もうちょっとしますね。1500円ぐらい、うん、そうそう。最近、うん、マカロン手土産に持ってったんですけど、うんうんうん、なんかあの今いろんな味があるじゃないですか、うん、ありますねフレーバーね、うん、なんかね微妙だなと思いながら色合いで、ね、あのレモンとか、はいはいはい、赤とか緑とか青とか、うんうん、ね色とりどりでね選んだんですけど、うん、もらうんだったらもう私も一色がいいんですけど、うん、あ、2色がいい、バニラとチョコでも、あ、そうなんだ、普通のやつが好きなんですけど。そうですか。好きですか、いろんな味。そうですね、割と好んで食べますね。あの、まあ、見た目も華やかですしね、うん、また、可愛いですよね。ね、あれってあのお誕生日ケーキとかに乗せるとまた可愛さ増すんですよ。へー、うん、あの色がね、うん、結構華やかさを演出してくれますね。はい、そうそう。であの割と本当に材料もシンプルではあるんですけれどもね、はい、あの直径数センチの半円形ですね、うんうん、でオーブンであのすごい低温でねじっくり焼くんですよ。やっぱりこの、あの本当にこのオーブンの時間帯っていうのがやっぱり大きなコストにかかってきます、はい、そうなんですよ。でこれはまああのもうご存知の方も多いんですけれども、フランスを代表とするやっぱり洋菓子の一つっていうことになりますが、はい、発祥となるとねいろいろあるようでして、調べてみるとなんかねいろんなとこからねうちが発祥発祥っていうところが多いらしいですけど、まあ大きく分けてあのやっぱりフランスとイタリアって言うらしいです。で、あのイタリアで生まれたお菓子っていうところもありあったりとか、あとは、フランスの、まあ、修道院で8世紀頃に、まあ、初めて考案されたとかっていう説もあるみたいですね、うん、で私自身もマカロンっていうのを知ったのはですね、お菓子を習っていた頃の20代ぐらいの時でした。東京で大学生活していたんですけれども、その時はですねお菓子屋さんにも出入りしていたんですけれども、マカロンあの時あったかなってとってもなんか思い出せないぐらい、多分ね興味がないから見てないんですよね、うん、うん、見てなかった、本当に単に見てなかっただけなのか、本当にとにかく大学生の時はマカロンを知りませんでした、うんうん、お菓子を勉強している中でこのマカロンっていうのを知って、まあそれが元でですね、あの東京でちょっとお菓子巡りしようかなっていう時にマカロン見つけましたね、うん、でね、あの自分で作ったことないから、あのただお菓子屋さんの情報でねこう行くんだけれども、最初本当にねあの値段びっくりしましたね。ちっちゃい割に、は何この値段みたいな、200〜300円、うん、いやもっとするか、もっとした東京、うん、だからなんかこれ2桁の間違いじゃないのとかって言いながらね、暗いですよね。そう、ショーケースとにらめっこしてて、すごい怪しいお客さんがいるみたいな顔もされたけれどもね、もう本当にね目が本当にはーっていうぐらいびっくりしました。分かる、だって隣に並んでるケーキの方がちょっとあれ一緒ぐらいの値段じゃない？そう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 。食べるんだったらケーキかなみたいな同じ値段出すんだったらあれみたいなけど重いからちょっと満足感はすごいあるっていう。そうなんですよね、はい、そうそう、だからねマカロンはあのお土産に買ってきてとかってあの時頼まれたんだけど、いやもう買えなかった、あの値段見た時に、これ10個買ったら5000円飛ぶみたいなぐらいの値段の勢いだったので、うんうん、もう本当にその時はね最初自分の勉強のためにっていう感じでね5、6個、もうせいぜい5、6個種類別で買ったのが一番最初でした、うん、
思い出しますね、こうやって書き上げてたのすごいそうで、その時のですね、やっぱり最初食べたあの感想というのがね、何とも言えないその食感というか、あのネチッとしてちょっとパリとかパフみたいなね、なんかクリームとのそのコラボ中に入ってるのとかも結構なんか、あうまい具合に美味しいなって思いました、で、まあ沖縄でもマカロン探しましたけれども、なかなかその美味しいマカロンにその出会えなかったりとか、また作ってなかったりとかっていうのがその当時の県内もねあったんですけれども、今はね結構あのいろんなお菓子屋さんでもあの県内でも見受けられるようにはなりましたけれどもね、はい。でマカロン、先ほどもちょろっと出ましたけれども、いろいろバリエーションが豊富ですね。でまたそこをですね紐解いて調べていきますと、フランスの、サンテミリオンっていう町ではですね、なんかこの13世紀頃から作られているということで、名前がですねマカロンクラックレって呼ばれてるんですって、であとは、16世紀頃から作られているアミアンという町、これもフランスですけれども、こっちでの名前はマカロンダミアンって呼ばれているんだね。で18世紀頃からまたそのフランスナンシーという町で作られているのが、スールマカロン、この3種がマカロンの歴史としては古いようですね。やっぱりフランスの方が発祥というか生まれたっていうのが一番正しいのかもしれないですね。一番古い歴史として持っているのがフランスかもしれないなっていう気がします。で、先ほどもちょこっとそのフランスのお話が出ましたけれども、791年頃、やはり8世紀頃になるんですかね、現在まで製造されているロワール地方のコルムリー修道院のマカロンっていうのがやっぱり一番古い歴史を持っていて、今に伝わっているマカロンに近いものなんだそうです。でイタリアが発祥って言われている説は、なんかあの16世紀頃にですね、もうこれ読みにくい名前だったんですけど、カトリーヌ・ド・メディシスという方がですね、アンリ2世さんとのご結婚の時にイタリアから持っていったお菓子が古典的なその当時のマカロンの一つだったそうで、まあ、そこからイタリアで生まれたんだよマカロンはっていう話も出ているようなんでございます。まあ、ちなみにイタリアではマカロンをアマレッティと呼んでいるということもなんか調べているうちに書かれていましたのでね、なんかところ変われば名前も変わる、でもなんかそのものはそんなに変わらないっていうところですかね。なんかイタリアとかフランスの本場のもの食べてみたいなという気もしますね。で、国内で日本でやっぱりマカロンで有名なのは、一番はやっぱりラデュレさんですかね。ラデュレさん、ラデュレ、一番そのフランス洋菓子店で日本に進出している中でもやっぱりここはマカロンって言ったらこのラデュレっていうのが上がってくるぐらいのお店ですね。あとはピエール・エルメさんで、あとはダロワイヨさんですね。で私が初めてマカロンを買ったお店は自由が丘、東京の自由が丘にありました、今もあるよね多分、ダロワイヨさんでした。お店の表側にですねマカロンタワーがずっと飾られてます。もう華やかでね、しばし見とれましたよ。あとはですね、日本人パティシエさんで、貞治青木さん、こちらのマカロンも有名なんだそうです。もともとはねフランスでお店やられてて、何年前かな、東京の丸の内に最初 の、 お店が出されたのもこの貞治青木さん、青木貞治さんですね。でネット探るとですね、面白いことにマカロンマニアさんっていうのの全国マカロン食べ比べっていうサイトがありました。すごい面白かったよ、結構詳しく書かれていました。面白いなこれと思って読んでましたけれども、マカロンマニア、本当にね、北
北は北海道から多分ね九州ぐらいまでのマカロン食べたのかなっていうような情報が載ってますで星もつけてるの5つ星とか3つ星とか行ってみたい、うん、だから面白いな情報収集としてはいいねって思って読んでましたけれどもね、うん、ぜひそのサイトも見てみてくださいねお店巡りの参考になるのではないかなと思います。以上マカロンのお話でした。はい、はい、それではここでもう一曲お届けしたいと思います。はい、これスピッツ、スピッツわかりますかこの歌、なんだろう、君が思い出になる前に、私も分かんなかったです。分かんない、空も飛べるはずにしようと思ったんですけど、うん、これいい感じですね。なんか曲がスピッツらしい、楽しみです。お聴きください。どうぞ、うん、天使にラブソングの女の子わかります？ローリンヒル、女の子、あの2あるじゃないですか、うんうんうん、学生でやるやつ、うんうんうん、の主人公、あ、あの黒人の可愛い、うん、いいよね、いいですよ、超好きだよ、うんうん、あれなんていうんだっけ、ああいうのゴスペル、ゴスペル、ね、かっこいいなと、あれでゴスペルがちょっとね、そうそう、かっこいいじゃない、人気になってきているんですけど、私今ゴーストにハマってるんですよ、ゴースト、ああ、もう昔のだよね、超面白くて、あ、ほんとやばい、ゴーストもよく見た見た、あのストーリーのあれとか面白くないですか、構成とか、そうそうそう、うわ、なんかすごい綺麗なラブストーリーだなと思って、綺麗に演出されてるね、うん、いや、今見ても面白いってすごいですよね、すごいね見て、あ、じゃあちょっとローリングパーチ、あれ、なんて歌でしたっけ、ゴーストの歌、ボールドマウント、うん、あ、全然最近見てないからですね、あの映画とかもご無沙汰で、あー見た方がいいです、本当にあの全部ど忘れというか忘れてます、映像だけは思い出せますけどねあれが歌ってますか、
あ、トロンボーンさんどっちがいいですか？ルピーゴールドバーグ。どっちがいいですか？天津ラブソングの人と、うん、そのウーピーゴールド。ウーピーさんがいいんじゃない？ウーピーさん。うん、何年前の映画かな？天津ラブソングって。天津。はい、さてですね、先週末実は工房販売の予定ということでですね、先週の金曜日は、生放送ではなく収録でさせていただいたんですけれども、はい、実はですね、その週の中日に胃炎を私が起こしてしまいまして。何をですか？胃炎、お腹痛くって、うわ、もうすんごい、ちょっとね、久しぶりにちょっとお腹痛痛になっちゃったので、はい、作業集中ができできなくてですね、うんうん、それで延期しました。あ、これまずいということで、やっぱりね、食品も扱ってますので、これはまずいなということで、一旦ちょっと先週末の販売は一回お休みをさせていただきました、はい。ただですね、やっぱり楽しみにお待ちいただいているお客様もいらっしゃいましてですね、やっぱり申し訳ないなと思って、明日もう9月2日に工房販売をします。ね、実はもう沖縄はあさってから運慶ね、お盆が始まりますので、はい、まあ、その前日のなんかすごい、ね、一番忙しいだろその時みんなみたいな時に、うんうん、なんかのんきに工房販売大丈夫かって思いながらも、もうちょっとまあちょっとやってみようかなっていう感じでやりますので、で、工房の方でジャムたちもですね、やっぱり販売に向けて、いろいろ準備をしているわけでございますが、夏のジャムからですね、そろそろ秋ジャムの方に移り変わる準備が始まっています、はい。まあ、夏ジャムもいきなりもう生産終了っていうのもね、出始めます。で、特にもうマンゴーは終わりになります。あ、うん、マンゴーはね、うん、もう農家さんも終わりということでですね、言われまして、あとはさくらんぼも終わりです。はい、なので、はい、今出てる商品が完売になったら、もう次の夏まではさよなら、うん、みたいな感じですね。はい、はい、お耳、いつ本当にいきなりお耳や終了ってなることもありますので、そういうジャムたちがあったりしますので、ブログでね、少しずつご紹介もしていきますので、チェックしてみてくださいね。あ、じゃあメール読みますか、ちょうどジャムの話なので。はい、何かあります？函館マウンテンさっき、はいはいはい、さっきの、はい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 、どこで見るんだ。あ、じゃあ私が読みますね。お願いします。さきこさん、しのさん、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ジャム届きました。ありがとうございます。絶品なんだ、絶品生ら激うま桃ジャムはドハマり。そしてさくらんぼジャム、ヨーグルトにちょっと入れたらヨーグルトが食べやすくなりました。容器もラッピングもおしゃれでグー。入院中ラジオ聞いててラッキーでした。
またオーダーしますね。ありがとうさんでした。ありがとうございます。写真もね来てます ね写真もね届いてて、なんかもう本当にわざわざありがとうございますっていう感じなんですけれども、さくらんぼジャムじゃ食べたんですね。そうなんです、あのもう、このラジオを聞いてる時にすぐにオーダーが入ってて、はい、ただあの入院されてるということでしたので、うん、あの退院が決まったから送ってっていうことですぐにもう送りましたよ、はい、そうそう、なのでね、あのこうやって喜んでいただいて、あのまたこういう風に画像までね送ってきていただけるっていうのは本当にありがたいなと思います。なんか沖縄から北海道までちゃんと旅したんだなっていうのが分かりますねはい、ありがとうございます、はい、そうそう、そんな感じでね、夏のジャムが本当にいきなり終わりっていうのも出てきますのでね、うん、ぜひ要チェックしてください。はい、でやはりフレッシュの、果物を使ってのジャムなので、ジャムで季節を感じていただきたいなっていうところが私なりのこだわりでもあります。で、先週ですね、お話収録でお話ししたんですけれども、はい、桑の実のジャムも少しですが、はい、出す予定になっています。実はですね、今日お持ちしようと思ってたんですけど間に合わなかった、ごめんよもうやること多くて段取り悪くてっていう感じで、もう近いサッコさんに持ってきます。はい、ありがとうございます。はい、クワの実はですね、女性に必須の元気の要素がたくさん含まれていますのでですね、はい、ぜひお目見えした際は食べていただきたいなと思っています。はい。で、今日の果物のお話、秋なので、まあ秋なのでって言ってもこの果物自体はもう結構ね7月ぐらいから見えてたんですけれども、ブドウです。ブドウでジャムを作れないんですよね。いや作れますよ、美味しいんだこれが。でもなんかほらスイカと一緒で、汁多すぎみたいな、あなんかねスイカとはまた違う、スイカはもうほぼ水分なんだけど、ブドウはそんなことない。はあ、なんか結構、サラサラはしてますけどね、美味しいですよ。あ、そうか、サラサラ系のやつですね。そうですね、ちょっとまあとろみつけるために煮詰めはしますけれども、ブドウも美味しいですよ、ブルーベリーとはちょっと違う、違いますね、やっぱり、味わいもあっさりしてますね。あ、で私のブドウのジャムは皮ごと使うので、色素も綺麗な紫色が出ます。おだからブルーベリーはすごく濃厚なので、瓶かざしても向こう側見えないんだけど、はい、ブドウはね薄くなるから透けて綺麗です。想像できないですね。ぜひぜひ今度は持ってくるね、はい、そう今年はですね、本当に早いうちからブドウがたくさん店頭に並んでいましたね。旬物なのでですね、やはり今からが一番おいしく食べられるのではないかなと思っています。はい、でブドウはまあご存知ですのように果糖、ブドウ糖などの糖質がもうほぼ主成分なので甘いじゃないですか、もうほとんど甘い、ですが体内で素早くエネルギー源にすぐなります。なので、はい、疲労回復にはすごいもってこいの果物になるんですよ。へー、やっぱりですね、そういう水分も多いし甘さもあるっていう果物はね、やっぱり疲れをとって癒してくれるかなっていう気がしますね。で、ちょっとまあ調べていくと、やはりそのブドウ、カリウムなどのミネラルも含まれていまして、はい、で、ドライにするとね、さらにカリウム量が増えます。なので、干しブドウ、すごいおすすめなんです。本当はね。ブドウの皮には抗酸化作用のポリフェノールとかアントシアニンとかっていうのもいっぱい含まれていますので、体内の活性酸素を取り除く、いわゆる老化防止の効果が倍増なんだそうです、であとアントシアニンっていうのもあるように視力回復とか、あとは血圧の抑制など効能がいろいろあるようでございますよ。
ブドウ様様です。干しブドウって、うん、ブドウ干したら干しブドウになるんですか？一応ドライになる、はあ、まあ天日干しっていうかね、ちゃんとあのオーブンでもドライになります。そう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 。でまあね、ブドウもね、あのその疲労回復っていうことの効果に加えて、まあ息切れの改善とか、あとはね足腰を強くするとかっていうことで、薬膳的にもね、秋の食材としておすすめになってきます。ほう、うん。まあだんだんこのあとだいぶその秋めいてくるというか、さすがの沖縄もね、本当にセミの声が全く聞こえなくなりまして、本当にちょっと朝晩少しずつ涼しくはなってはきてるんですけれども、さすがに日中はまだ暑いということで、エアコンまだまだ稼働中ですね。でそのエアコンで重たるーくなって、むくみがなかなか取れなくてという時に、このブドウの利尿作用の力を借りて夏の疲れ取っていきましょう。はい、はい。ただ食べ過ぎになってもブドウは体を冷やさないので、冷え性の方でも安心して食べていただけます。うん、ブドウですね、私実はちょっと思い出がありまして、長男をお腹にいた時にですね、ちょうどまだ2、3ヶ月ぐらいの時かな、お腹で、うん、すんごいつわりひどかったんですよ、その頃って。で全然ご飯とかが食べれなくて、うん、果物ばっかり食べてたわけね。で果物だから大丈夫だろうっつってばっかばっか食べてて、中でも巨峰とかピオーネ、すんごいよく食べてたんですよ。で3、4ヶ月検診の時かな、あの時にすっごい先生に怒られたんです、うん、体重増えてたの。あそう、つわりだからって果物ばっかり食べてただろうってすごい もう見破られて、うん、何食べたって言って、ブドウってあっぱかたれみたいな感じで言われたぐらい、やっぱりね、ブドウは過糖なんですね。うん、もう他の果物もそうなんだけど、果物食べ過ぎとか言って3キロ太ってたの。座りなのに。そう。食べれない。もうでも本当に他のね、ご飯物とかも食べれなくて、果物だけ食べれたっていう感じだから、うん、あれでね、初めて、あ、果物って過糖なんだってあの時思った。あ、そうかも。すごいおバカさんなんですよね。そう、ブドウ美味しいよね。ピオーネも本当美味しいし、マスカットも美味しいんですよね。デラウェア、デラウェア、もうあれもね、プチ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 食べて大好きなんですけどね。そして函館マウンテンさんからメールが、はいはい、皆さんこんにちは、はい、桃とさくらんぼ、はい、在庫あるべか、在庫桃とさくらんぼある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 、あるべか、あるよあるよ。これはラジオショッピングか。今月また入院なんで持参したくて。あ、そうなんですか。桃なくなりました。はいや。わかりました、すぐにでもまたメールください。あ、そうなんだ、また入院があるんですかね。うん、ぜひぜひ体調気をつけられてくださいね。はい、じゃあ桃と桜も注文ということで。わかりました、ありがとうございます。はい、ラジオショッピングです。ラジオショッピングになっちゃいましたね。そう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 、はい、またうん、ちょっとまあジャムの話に戻りますが、はい、私のブドウのジャムっていうのはですね、これからがおすすめの商品の一つとなります。で私の方はですね、ピオーネを主に使います。甘くてジューシー で皮ごと使っていますので、うん、先ほどご紹介したブドウの効能がジャムでも丸ごと取れるということになります。うん、でブドウのジャムはですね、なんだ、ブルーベリーと違って、そんなにねちっとしてないので、ちょっとサラサラ感がありますのでね、うん、パンとかに塗るとちょっと垂れちゃうかなっていう感じなんですけど、スコーンとかパンケーキとかお供におすすめします。ねっとりした感じとかはないのでですね、あっさり食べられますよ。うん、うん、で本当はね、マスカットなどもね、ジャムにするととっても美味しいんですけども、美味しそう。マスカット高いじゃないですか。高いんですよね。もう沖縄はすごい値段しますよね。本土の方はこのマスカットの値段どんなのか分かんないんですけど、沖
沖縄1パック980円とかね。え、そんなにするんですか。高いでしょ。ちょっとっていう感じで、これジャムにするぐらいならそのまま食べた方がいいっていう、まあ、こんな贅沢はできません本当にジャムにする勇気ないですマスカットは、うん、本当にね、そのままいただきましょう、うん、で巨峰とかピオーネでね作るジャムも美味しいですので、ぜひぜひお試しくださいね。最近ブルーに押されて市販のブドウのジャム、あ、そうかな、見ないかな、私が作りますあれまたこれうまいこと持っていきましたね、はい、ぜひぜひとか言って、まあ、ブドウといえばジャムからちょっと離れますけど、ブドウ大福おいしいんだよブドウ大福もあるし、ブドウはジャムにも和菓子にもおいしくいただける果物、万能でございます。マスカットも大福にできますのでね、食べたくなってきました。あ、どうしましょうもう篠野さんがお疲れ気味でございます。お腹空いてます、はい、ね、ぶどうのジャム今から季節になってきます。ぜひぜひお試しいただきたいなと思います、はい、さてここでもう一曲お届けしたいと思います。おお、これがね、面白かった、ここがっていう話できないさんね、寝てたもんね、そう終わりますもん本当よね。まあでも今、家で映画見れるじゃないですか。あ、本当ですね、そう YouTube でもできるしね、うん、いいんじゃない。しのさんもこれ、旦那さんと見てるんですか。ゴーストは私、自分で見た、うん、これ今、また借りてきて一緒に借りてきて、いいよ、こういうの。私、ジャム作るからどうしようかダメですか。いや、もうそんなんじゃないな帰って、あ、もう邪魔とかなりそうだな。わかります、これかけながらジャム作ってたら来るかもしれない、レコードで。ないな、これジャム作ってみよう。なんかうざいって言われそう。なんでですか、いいですよ。私今混ぜるから一緒に混ぜてなんか私のペースがあるからなんか邪魔っていそう、お互い邪魔みたいな。だからさて、先週末ですね、あるイベントに行ってきました、はい、
3年ぶりのイベントだったんですけれども、はい、私のジャム作りに大きなあの変革というかですね、たくさん勉強させていただいた方で、五十嵐ロミさんという方で有名な方なんですけれども、うん、久しぶりに沖縄でイベント開催ということで参加してきました。今回もあの美味しいジャムを教えていただきましたよ。まあ、その話は後でしたいと思います。で、そのイベント開催場所がですね、沖縄市にあるカフェでやられまして、ミヤンチというお店でした。ミヤンチ、うん、結構ね、分かりにくい場所にあるんですけれども、と私は那覇からの参加なので私はそう思うんですけれどもね、このお店はですね、あのザ・ブームの宮沢さんのプロデュースのすごいカフェなんで、それでミヤンチっていうものなんですけども、はい、もうすごい素敵なサイトもありますけれども、赤瓦屋根のすごい天井の高い広い店内です。うん、で敷地も結構広くって、海も見えますので、気持ちいい場所ですね。すごくゆったり感のあるお店なので、お子さん連れでもですね、すごく気にならない、あ、いいな、すごいいい感じのお店です。で、店内はかっこいいクラシックギターがかかっていたりとか、あとやちむんとかもね、センスよく器に使われていてですね、いいお店ですよ。おしゃれ、今店内見てるんですけど、うん、超おしゃれ。そうそう、結構ね、ゆったりしてます。うん、で、畳間もあります。あ、すごくいいですよ。そうですね、うん、で、今回はですね、その宮内さんが何周年記念かのオープンだったということで、そのまあ周年祭に合わせての五十嵐ロミさんのイベントっていうことだったんですけれども、デザートのメニューにですね、沖縄のフルーツをたくさん使ったフルーツパフェとか、クレープにキャラメルだったりとか、シュガーバターを乗せてのクレープだったりとか、でそこにドラゴンフルーツのジャムを添えてとか、もうフルーツ三昧の美味しいものたっぷりのデザートいただいてきました。美味しかったです、はい、畳間もありますのでですね、小さいお子さん連れでもゆっくり食べながらお過ごしいただけます。ジャムたっぷりのクレープってかなり美味しいんだなってその時思いました。あんまりクレープってあんまりピンって考えこなかったんですけど、あ、こんな食べ方もあるんだなと思って、すごいなんか新しい発見でしたね。面白かったです。アイスクリームとかね、パンケーキとかだけじゃなく、クレープ沿いにもいけるって、ジャムは本当になんか使い道広いなって思います。ちょっとなんかピーポーピーポーの音がうるさくなってきたぞはい、事件でしょうか。なんかね、事件かな、すごいで、教えていただいたジャムなんですけれどもね、黄金桃とパッションフルーツのジャムでした。贅沢、すごい美味しかったんですよ、これが。いや、これ超贅沢な組み合わせですね。黄金桃ってちょっとね、数が少し少ないんですけれども、うん、美味しかったの。もう熟成されてうわっていう感じで、桃とパッションフルーツ最高に合いますよ。びっくりしました。で、五十嵐ロミさんのレシピに沿って作られたスコーンっていうのがありましてですね、そのスコーンに合わせて試食させていただいたんですけれども、はい、とっても美味しかったです。もうびっくり仰天、あれはいい勉強になりました。やっぱりパッションフルーツはですね、レモンにとって変わるぐらいのやっぱりいい酸味をちゃんと出してくれるので、やっぱり、沖縄のジャムとしては大事な素材になりますね。で、フルーツのサンドイッチとかフルーツたっぷりのマリネとかもありまして、すごく美味しい楽しいイベントになりました。で、宮地さん、とても気持ちいいお店です。ぜひお立ち寄りくださいね。で、はい、すいません、お店情報がですね、サイトのあまりの素敵さにね、見とれてしまって調べてこなかったのでごめんなさい。ホームページ検索してみてくださいね。ひらがなでミヤンチ沖縄市だったらすぐ出てきます、はい、そうですね、すぐヒットします。ご飯メニューもね、すごい美味しい、超美味しそう。なんか沖縄市のですね、ヨギ、ヨギの方、そうでした。ヨギの329からちょっと上がっていったかな、私。はい、うん、あ、
沖縄グランベルリゾートの近くにそうですねあります。そう言われても私はあの地図的によく分かってないんですけど、住所言っていいですか？はい、お願いします。沖縄県沖縄市与儀 1-29-22、うん、そして電話番号がですね、うん、0989231382、はい、定休日が火曜日ですね、はい、となっていますね。11時からですね、うん、17時まで、うん、そうですね、あの夜とかはされてないの で、ね、夜はたまにあのライブとかがあるようなんですけれども、そのブームの人が来たら、ブームの人もたまにいらしてるようなこともあれ書かれてたりしますよ。あの宮沢さんいらしてますとか言ってねすごい、はい、あのぜひぜひ行かなきゃ。美味しいご飯もありますし、景色もとてもいいところですので。これ氷ぜんざいの写真があるんですけど、なんか美味しそうですよね。私そこは食べてないんですけど、食べたい。この氷ぜんざいが多分普通の氷じゃない感じかも見た感じ、そうかも、そうそうそう、多分ね、あのすごくいい感じで、あのご飯メニューもデザートメニューもありますので、うん、ぜひぜひ食べてみてください。はい、はい、まあ、先週は収録放送でしたのでですね、スタジオでおしゃべりするのは本当に2週間ぶりとなります。で、FM 技能案でですね、あの番組持たせていただきまして、3ヶ月目に突入しました。ありがたいことです。あの本当にあのマイクに向かってね、拙いおしゃべりのばかりなんですけれども、こうしてねリスナーさんが聞いてくださってるとか、こういう風なリアルな感じでのねやり取りができるっていうことには本当にね感謝ばかりでございます。 FM 技能案のスタッフさんにもなんかね、こんなアホみたいなねお話ばっかりで大丈夫かみたいなねあったかく見守っていただいていることにも感謝いたしております。これからも、あのんびりですが楽しんでお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、そうそう、あのみやんちです。あのひらがなでみやんちですよ。お時間です。はい、お時間来てしまいました。おしゃべりはお菓子工房しのあん中尾底しのでした。さよならちょうどでした。ありがとうございます。お疲れ様です。